日かな。なんかね、今週はちょっと1週間が長い気がします。まだ水曜日？って感じですね。昨日はね、まなみんの卒業公演があったんですけど、もうまなみんが卒業したっていうのはちょっとびっくりしちゃいましたね。昨日早く寝てないですね、結局ね。そうですね、まなみんについて、あみはあのね、まなみんとのことをちょっとメールに書いたので、まだ見てない方はぜひ見てください。はい、そうですね。ほんでねそう、昨日はね、もうそのタンポポで歌ってないコヨタンとかレイボンとかあやみちゃんとかもみんな来てて、大集結って感じでしたね。はい、ミンミンタン後継者はね、ホノピーに決まりました。でもみんなはホノピーって呼ばれてみんな喜んでました。キウキは本当にホノピーでよかったって言ってましたね。はい、おはよう。そうです、2000ですね。アミはちょっとメールが送れない日もあるんですけど、送る日は3通とか送る日もあります。ま、基本最近はちょっと忙しくて1通か2通ぐらいになっちゃうんですけど、そうです。でも気づいたらね、2000メールしてました。ホノピーです。ホノピーが後継者になりましたね。はい、あ、マッチチームでしか見てなかったね。ほんまに、そっか。じゃあね、内緒の方が良かったね。休憩生全員出してあげればよかったね。まあ、確かに。けどあのマナミンは本当全員出そうと思ってたけど、そうですけどね、やっぱり数、人数を定められてて、そう、このぐらいにはもう抑えといてみたいな言われちゃったらしいので、はい、そのメンバーになったけど、でも出れなかったね。コヨリンとレイポンとあやみちゃんもちゃんと会いに来てくれてたので OK です。おはよう。うん、そうですね、やっぱり16人で立つってなると結構ね、あのそのための立ち位置とかも結構いるからかな、分からんけど、いろいろな理由ですね。やっぱおはようございますね。タンポポはやばいですよね。はい、アミは駆けつけメンバーとして出させていただいたのでよかったです。おはようございます。おはよう、疲れたんですおはようございます。今日はね、B2 さんなんですけど、そう、みそらちゃんが初日で、あみややの出演は1年ぶりぐらいですかね。あみややで出るのが1年ぶりぐらいです。そうですね、ケーキやタンポポを選ぶ人多いかもやけど、まだ2人しか卒業してないから分かんないけどね。けどレオちゃんの時はまだまず卒業公演自体が、あの世代交代の時に行う、あ、違うわ、あれや、なんだっけ、
ですね、見てください、なんていうっけ、リバースじゃなくて、ねえっけな、そもう一回やったやつやったので、最後の曲とかじゃなくてタンポポがもう入ってるから、その瀬戸りの中に、そうですねえ、おはよう、あ、リバイバルや、そうやな、リバイバル公演です、そうですね、あ、みんな卒業することないから最後の曲なんて考えないでいいんだよって、そうですね、卒業するまでにもっといい曲、もっとね、その思い出に残るなんかいい 名曲が出てくるかもしれないですからね、確かに、あるいはでも確かに今卒業公演するってなったらやっぱ最後はタンポポを歌いたくなりますよね、確かに、おはようございますそうですね、なのでねー寂しいですね、マナミン、なんか初めは9期が17人いたんですけど今15人になったんですね、けど、まあ、ライブの時とかはユキノンがいなかったりすると9期14人集まったみたいに言われるんですよ、なんかもうその時にあのマナミンとレオちゃんがいなくなったことをめちゃくちゃ実感しますね、はい、寂しいです、わかります、プキちゃんの時も大号泣ですよね、皆さん、確かにやばいな昨日2ヶ月ぶりにアミちゃんの肩見てきて、あれね、もうね、もうとか言っちゃダメなんですけど、あのどうなってるのってよく聞かれるんですけど、ちゃんと水をあげに行ってます、アミは、ただやっぱ日当たりが悪すぎて、あの何個かは生きてる感があるんですね、生きてる感とか、なんて言うんだろう、生きてる感っていうか、まあ生きてるっていう感じがあるんですけど、逆に何本かはもうなんかすごい結構危険な状態におって、だからね、そうですね、もう頑張ってはいるんですけど、そうですね、ニコパワー、そって持ってきたお花なんですけど、持ってきたお花はまあそんなあれなんですけど、なんかね、持ってきたお花も半分はもともと火に当たってない子たちが急に火に当たったから、逆にもう水を投げてももう水分がないみたいな、水分がないというか、なんていうんやろう、そうですね、もうずっと日が日陰におったし、なんかまああんまり詳しく言うと希望がなくなっちゃうのであれなんですけど、まあ怪我をしてる方とかもいるんですね、そう、怪我してたりして、もうちょっとうーって感じやけど、でも何本まあ数本というかね、そんな一鉢しか持って帰ってきてないからあれなんですけど、何本かはまだ希望が見えるというかっていうところですね、そうですね、ほんまに、でしかも劇場の子は皆さんが劇場に遊びに来てる時間帯だけ外に出してるんですよ、それ以外は閉まっちゃうんですよ、朝と夜、日中も夕方だけしか出さないから、ちょっとねダメです、それやから余計にダメです、はい、そうですね、土の温度上げるといいよって、どうやって上げるんですか、土の温度って、どうやったら上がるんですかね、土の温度ってそうですね、なのでね、お花ちゃん、はいお兄ちゃんも来てやって、ほんまにな、お花ちゃんは星様になったんで、いやまだね、あのまだ生きてるので大丈夫ですよ、まだギリギリ生きてる
まだ生きてるので希望を持ってあげてください。あ、おはよう。そういえば劇場の花昨日見なかったかもやって。え、じゃあもう日中すら外に出してないのかな。それはもうやばいです。そう、一時期というか一回外に出して見たことがあるんですけど、その時に猫にねやられちゃったんで、ちょっともう一回お家でもう一からお家でやり直したいです。普通にもうあそこの環境は絶対にどうしても育ちませんよ、ほんまに絶対無理やで。あ、ビニールを巻くとかって、あのお家に持ってきた帰ってきた子はあの水道水やめて天然水であの水をあげたり、あとなんか簡易 の、 あそのちっちゃいけどその一鉢しかあれ持って帰ってきてないから、なんかビニールハウスみたいなちょっと作ってみたりもしたけどね、それでももう元々が弱りすぎてて、そうですね、なんともできなかった。ストーブの温風当てるとかやって、あ、ストーブを外に持ってくるってことですか。すごい、そんなんできるんですね。確かに充電コードみたいなのをいっぱいつなげたらいけるかもですねはい、うん、はい、そうやな。肥料とかも全部変えて土からも変えたりしたんですけど、もうそれでもほんまにね、そう、もともとがやばすぎて、もともと育ってきた環境がかわいそうすぎて、そうです、肥料撒いてますよ。はい、多分だからで聞いたんですよ。だけどなんやっけ、何だっけ、あ、そう、栄養とかはあるらしいんですよ。ただもう葉っぱ自体がねやばいから、そうです、はい、でも頑張ってはいますよ。みやみもできることは頑張ってるんですけど、はい、そうですね、小さい頃から光に当ててあげないと、うん、難しいですね。じゃあ今日の1位の誰だろう、コスモライトさんの絵描きたいと思います。はい、おはよう。花もね、そう、はい、ほんまに一から育て直したい、ほんまに違う、ほんとにこれはちょっと もっと早くからお家に連れて帰ってこればよかったなと思いますね。こんなにもうギリギリな、生きるのにギリギリな時に連れて帰ってきても、もうね何もしてあげられないんですよ。そうですね、でもねまだそのもうちょっと前は希望があったんですよ。そうですよ、だからまあもうちょっと大丈夫かなとか思ったんですよ。ダメですね、やっぱ何でも早く決めないと。はい、コスモライトさんいるかな。あ、うちコニタンに変わったね。じゃあコニタンの絵描きたいと思います。まだコメントが来てないからいけるかな、いけたらコニタンに変えましょう。おはようでございますねおはよう。
はい、皆さん今日は見に来てくれますか。はい、あとね、雨はね2週間ぶりぐらい、でもそんな日にち経ってないと思うんですよ。まだ11月は出てないか、10月最後かな、10月29とかやった気もしますね。ちょっとどっちだったっけな。はい、多分ね11月は出てん、11月の初めやったかも。やっぱり N よりは緊張しないやって、いやどっちも緊張するけど、ね B2 さんはほんまに緊張してましたけど、ちょっとだけこの前来た時にちょっと緊張がマシになりました。ようやくここまで来てって思うかもなんですけど、そうです。では頑張ってラーメンお願いしますよって、頑張ってラーメンちゃんか。やばい、足が細くなりすぎてるかも。はい、なんかね頑張ってるポーズをしたけどちょっとねしっくりは来ないですどうですかね。はい、あこんな感じですね。はい、チーズ、ありがとうございます。ま、頑張ります頑張りますポーズです。はい、ありがとうございます。それでは壇上を読みたいと思います。13位カニさん、ありがとうございます。12位ムートさん、ありがとうございます。11位コジーさん、ありがとうございます。10位マフミさん、ありがとうございます。9位リョウジさん、ありがとうございます。8位マサヤカさん、ありがとうございます。7位てっちゃん、ありがとうございます。6位オーナフイトさん、ありがとうございます。5位ミオンさん、ありがとうございます。4位日高浩二さん、ありがとうございます。3位マキマキちゃん、ありがとうございます。2位コスモライトさん、ありがとうございます。あ待って、ランキング変わっちゃったですね。じゃあ読みましょう。13位ムツさん、12位コジーさん、11位マフミさん、10位リョウジさん、9位マサヤカさん、8位てっちゃん、7位オーナフイトさん、6位ミオンさん、5位日高コーチさん、4位マキマキちゃん、3位コスモライトさん、2位横浜のウルフさん、そして1位はツル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 ルンコニタンでした。はい、ありがとうございます。はい、じゃあね皆さん公園来てくださる方は気をつけて来てくださいね待ってますね。それでは終わりたいと思います。はい、行きますね。せーの、コニタン、わーい、ありがとうございます。じゃあまずはちょっと公園じゃないよ、学校に行ってきます。またね、ありがとうございました。